止まっちゃった。また止まりやがったな。すいません。お、どうした？今立っちゃってます。調べてますが、これ外かな。俺たちが見てくる。ああ、はい。雪かきくらいで済みゃいいが。そうだな。リトライポイントなんか出るだろうなこれ。ぼんやりしてっと死ぬな。標準の影響なのか。多分見える。偉大らしいな。標準の亡き殻だ。亡き殻。寒いな。俺もだ。さっさと死骸。レイス。こんなとこで戦闘してたら投資しちまう。シフトして、ほら。双剣が死骸に有効的っぽいな。レイスもう一体。まだいる？イグニスがもう普通に戦ってることになんとなくの違和感を覚えるんだけど、アルテマブレードで、あ、単体威力はアルテマブレードの方が高いな。バックアタック。オッケー。もう一体手裏剣と、一丁シフトして体力を回復させて、もう一丁手裏剣。オッケー。デスクロー？デスクローってデスクロー？フォールアウトのデスクローしか知らないんだけど、この世界にもいる。シフトでゲージがリセットされちゃった。ファントムソード。あんまり食わないな。よし、下がってファントムリンク。ちょっと避難して魔法装備すっか。ファイヤー装備。よいしょ。ダメージが9999以上カンストしないんだな。回避。あ、腕が痛い。グラディオ行け。ほら、あと少し。イグニスがちょっと危ない。急げ、無駄に戦いたくねえ。分かってるよ。おい、ノクト。どうした？中の様子がおかしい。早く来い。分かった。行くぞ、イグニス。ああ。おい待て。何の野郎。またアデンいたぞ。今静まり返ってる。なんだ。え、凍ってる。あれ、みんなどこ行った？あ、アデン。この冷気はおい待て。プロプト。またあったね、友達。そこで倒れちゃったよ。彼らとはここでお別れかな。早く助けないと。グラディオとイグニス。ああ、さすがの冷たさだ。殺された時もそんな綺麗な顔だったね。今こそ果たすカンナギとの古き約束。ケンティアのあんたが。ノクティス、世界に光を。ルナ・フレーナ、もう諦めろ。ノクティスは王にはなれない。どうしてそんなことを言うのです。他に道などありません。これ以上はお前が命を落とすぞ。分かってます。後悔はないんです。ただすぐ近くで声を聞きたかった。昔みたいに笑ってその手に触れて。ケンティアナがシヴァだったの。アーデンが一瞬にして凍らされて消えてる。あ、消えてはいない。これがアーデンだ。アーデンさん。起きろ。何があった？ノクト。ああ、無事か。ああ、標準が来てた。まあもう帰ってから平気だ。他のとこ見てきてくれ。おう、行けるか。ああ、すまない。大丈夫だ。やっぱ辛かったのかよ。聞いてやれなくてごめん。列車へ戻り出発する。もうそろそろノクトって呼んでもいいかな。おっ、久しぶりに死ぬかと思ったよ。やっぱり神様の力は強いな。でも俺も強いんだよね。死にたくたって死ねないっていうか。にしても粉々にするとはな。痛かったよ。いいものを見せてあげるよ。これなんだ。あ、誰のだって聞くべきだったな。見覚えあるよね。はい。なんちゃって。君にはあげないよ。どこにいる？誰が？プロンプト君ね。この先。先？テートグラレア。わかる？うちの首都。そこまで来ればさ、会えるんじゃない？ルシスのクリスタルもそこだ。あれは死骸に効くんだ。取り戻したらどう？じゃあ気をつけて。お友達が待ってる。クエストコンプリート。あ、チャプターエンド。でもプロンプトは帝国に捕らえられてるということでいいのかな。首都にいるってアーデンが言ってた。よし、それじゃあ今回ここまでにして、じゃあ次回チャプター何ぼだろう。チャプター13からやっていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。